訴えました。これ釣りとかじゃなくて、まあ、ガチの話です。で、今日はこの動画を見てる人にとって、まあ、ちょっとだけね、ためになるようなお話を、まあ、していこうかなと思います。少し前ぐらいの時期に、まあ、誹謗中傷が、まあ、ちょっと問題になった時あったじゃないですか。で、そのタイミングで、まあ、俺みたいにネット上で活動してる人が、まあ、こぞって、まあ、誹謗中傷してる人を、まあ、訴えるみたいな、まあ、流れがあった時がね、まあ、あると思うんだけど、まあ、そういうのって、まあ、訴えたら、まあ、大体勝てるとか、まあ、お金めっちゃもらえるから訴えとくみたいな話を、まあ、有名インフルエンサーとかがしてるのを、まあ、見たことある人も多いと思うんだけど、まあ、俺は、まあ、そういうこと言ってる人たちってどうせ口だけで言ってて、まあ、どうせ訴えないんだろうなみたいなって思ってたわけよ。でも本当に、まあ、訴えたら面白いかもしれんと思って、まあ、その時期くらいにね、まあ、たまたま、まあ、ちょうどいい問題って言ったらあれだけど、まあ、俺のネット上での活動にとって、ああ、まあ、マイナスですね。になるようなことを、まあ、やってた人がいたんで、あの、2割ガチ、まあ、8割好奇心で、まあ、訴えてみたんだよね。で、その結果、まあ、どうなったかっていうのと、まあ、それを通して、俺が感じたことを、ちょっとこの動画で話そうと思います。で、まず、まあ、訴えるって発言してる人かなりいると思うんだけど、まあ、そう言ってる人たちで、まあ、その後どうなったかみたいな報告をしてる人って、まあ、本当に少ないと思うんだけど、あの、まあ、その後どうなったかみたいなのを報告しない理由について、まあ、これ2パターンあると思ってて、まあ、1つ目が、まあ、そもそもまず訴えてないパターン。まあ、訴えますよってのを、まあ、脅し文句的な感じで、ま、使ってるパターン。で、もう1つが、まあ、実際に訴えたけど、まあ、下手なこと言えないパターン。ま、いろいろね、まあ、契約とか、まあ、相手側の評価を下げることにつながる可能性があるとかで、まあ、担当の弁護士の人とかに、まあ、下手なこと言わないように口止めされてるパターン。まあ、だから、まあ、なんか、その次の発言をしてないみたいな。で、ここまで聞いてて、お前、訴えてんのに話して大丈夫みたいに思ってる人いると思うけど、まあ、具体で話してるわけじゃないし、まあ、今まで活動し、今日もそうだし、まあ、今まで活動してくれるにおいて、まあ、相手の名前を、まあ、出したことも一度もないんで、まあ、大丈夫かな、みたいな。まあ、仮にこれで、なんか問題になったとしても、問題になって、まあ、お金を払うことになったとしても、まあ、多分払えるくらいの金額だと思ってるし、まあ、学習料としては、まあ、ちょうどいいかな、みたいな。まあ、それよりも、まあ、この動画を通してね、みんなに話したい気持ちの方が勝ってしまったから、もう、まあ、誰にもね、まあ、俺を止めらんねえと。で、ここからは、実際に訴えてみて、まあ、感じたことを、まあ、話していこうと思うんだけど、まず、当たり前なんだけど、まあ、お金がね、そこそこかかりますね。まあ、50万円くらいかかったかな、全部で。まあ、これらの、まあ、最初に払うお金とって、まあ、費用って、示談交渉とか、まあ、裁判の結果によって、まあ、相手側が、示談交渉とか、まあ、裁判の結果によって、相手側が払うことになることもあるんで、まあ、実質タダみたいなところあるんだけど、まあ、すげえ稀に、まあ、帰ってこない可能性とかもあるらしいんよ。で、俺の場合は、まあ、その 100% 勝てますみたいな言われ方じゃなくて、まあ、90% 以上いけるかなみたいな、まあ、言い方をされましたね。え、じゃあ、残りの 10% は返ってこないんだって。50万って結構大金だから、まあ、残り 10% 返ってこないってなると、まあ、ちょっとリスクあるわけよ。まあ、ほぼほぼそういうことは、まあ、ないらしいんだけど、うん。うん。で、返ってこない可能性が少しでもあるせいで、まあ、その、払う、訴えるっていう選択が、まあ、できない人も、まあ、いそうだから、まあ、それもあって、まあ、実際に訴えるまで行く人は、まあ、少ないんじゃないかなって、まあ、感じた。で、次に、時間と手間。弁護士の人といろいろ話さないといけないから面倒いってのと、まあ、ネットの情報から、まあ、個人の情報を特定するのって、まあ、結構時間がかかるみたいで、まあ、その、全部含めてね、もろもろ全部含めて、多分俺も9ヶ月ぐらいかかってたんじゃないかな。9ヶ月とかも長すぎて、まあ、だから、訴えてたっていう事実をほぼ忘れてて、まあ、最後の方とか、ま、割とどうでもよくなってきてましたね、さすがに。まあでも、まあ、示談交渉成立したって聞いたときは、まあさすがににっちゃりはしましたけど、まあでもそこまで、行ったとして、それだけ時間かけたとして、まあ自分の手元に入ってくるお金って、まあ本当に発した金なんだよ。だから9ヶ月かけて、まあ、手に入れるような額ではないなって俺は、まあ思ったから、まあなんか今後、まあ俺がね、こういうネット上で活動していく上において、まあ誰かを訴えるってことは、まあないと思うから、だからみんな僕の悪口は、安心して悪口言っていいですよ。訴えないんで。でも、LINE 越えはちょっとやめといてほしいね。まあ、殺害予告とか、あと、まあ、なんか、
俺以外の人に迷惑がかかる可能性があるのは、まあ、やめてほしいし、まあ、そういうので、まあ、ちょっとさすがにこれはまずいなってなったら、まあ、同じような行動に出るかもしれない。まあ、それがやったらまあ何でもいいです。まあ、うざいとかね、おもんないとか、まあ、好きに言ってもらえれば、まあ、意見として。いや、それぐらいだとな、全然訴えるまでいかないと思うんだけど、普通のケースでは、まあ、全然意見として受け入れます。で、最終的に何を言いたかったかっていうと、まあ、ネットとかで、まあ、誹謗中傷を、まあ、やってたとしても、まあ、訴えられることって、まあ、ほぼほぼないとね、まあ、思ってるんだよね。そう、さっき言ったみたいに、まあ、いろいろ、時間もお金もかかる、手間もかかるからさ、まあ、感覚的には、まあ、車に轢かれる、訴えられる方がね、車に轢かれるのと同じくらいの確率じゃないかなと俺は思ってるんだけど、まあ、結構高いから、車に轢かれるんだったら。まあ、一言ツイッターとかでね、ボソッと言ってしまうぐらいだったら、まあ、ないと思ってるけど、まあ、結構ガッツリ言ってたとしても、まあ、車に轢かれるぐらいの確率。まあ、相手側に行動力と、結構必要なもんが多いんよ。その行動力、お金の余裕、時間の余裕がなかったら、まあ、訴えられることは、まあ、ないと思ってるから、まあ、そんなやつって、まあ、普通に周り見渡してても、めったにいないから、ほぼほぼ訴えられないって思った。まあ、かといって、俺が今日この動画で、ライバロリが言ってたから大丈夫なんだ、みたいな。まあ、そうは思ってほしくなくて、そう思ってやってると、まあ、いつ地雷踏むか、わかんないから、まあ、人生にリスク負いたくない人は、まあ、本当にやめた方が、まあ、いいなと思いましたね。まあ、ちょっと額とかは言わないんだけど、まあ、結構、まあ、ぐらいの、まあ、大学生とかだったら普通にダメージでかいぐらいの額は、まあ、来るんで、人生にリスク負いたくない人は、本当にやめた方がいいと思います。で、僕の視聴者って、まあ、大学生とかの視聴者層が一番多くて、まあ、次に、まあ、社会人で、まあ、てか、まあ、トータルで言うと、まあ、中学生、高校生、大学生で、まあ、視聴者の、まあ、多分 60% ぐらいが形成されてるんだけど、俺のチャンネルね。で、まあ、結構多いんで話しとくんだけど、まあ、そこら辺の人って、まあ、そのネットでの判断甘い人が多い印象だから、まあ、僕も当時20歳ぐらいの時とかはね、てかもうもっと下が、もう高校生とかの時とかもそうだけど、まあ、一回それで、その、ずっと友人の画像をネット上に勝手に上げまくって、喧嘩になったことあるし、20歳ぐらいの時とかね、俺も結構バチバチだったんで、そこら辺の認識甘いなって、まあ、今考えても、今思い返しても、まあ、思うんだけど、まあその訴えられることはほぼなくて、まあリスクは、まあ限りなくゼロに近いけど、まあ一応注意しておいた方がいいよっていう話を、まあしたかった。もう僕も人のこと言えないんだけどね。うん。まあでも訴えられたとしても、まあ一生が、その人の人生の一生が消えるとか、まあ絶対にその金額払えないみたいな額ではないから、まあ、俺はそのお金を払ってもいいから、誹謗中傷したい。止めらんねって思ってる人がもしいるんだったら、まあやってもいいっていうのはあんま良くないのかな。うん。むしろ、まあ僕はそういう判断ができる人は好きですけどね。まあ打っていいのは打たれる覚悟のあるやつだけだって、まあ有名な言葉が、まああるけど、少なくとも、まあ、この動画を、まあ今日見てる人には、まあそういう不幸な人生を送ってほしくないなと思い、まあ今回お話しさせていただきました。あとまあ、誹謗中傷が実際、訴えられるのってどんなもんなんやろみたいな。結構訴えられてるんかなみたいな。ちょっと気になってる人もいると思うんで、僕のね、とことか結構やんちゃしてる人が、まあ多いんで、まあ俺もね、この動画、今日撮ってここで話してるせいで余計な問題抱えちゃう可能性あるんだけど、ちょっと止められなかったです。話したい気持ちを。ま、もしそういう問題に僕がなったとしたら、その時はちょっとみんなで笑っていただければなと思います。じゃ、バイバイ。